マックスです、本日はガチ対決のコーナーでございますよ。でね、その服なんですけれども、はい、ちょっとご意見を多数いただいております。侍の輪にちなんでねえんじゃねえか実はですね、はい、とあるシャツというか衣装というか、うん、ホニャララを今作ってますので、それができ次第そちらの着るものって言っていいのかな、着るものに変えて、あれするんで、あれしてください。はい説明して、ほぼ説明して、いやちょっと待って、はい、そんなことあったらいいな、はい、堀さん、はい、あなた自分の足元映してくださいよ。あなた、これ何ですか。これエアマックス200です。いや、ちょ、僕の音してください。これ何ですか。超かっこいいですね。聞きました、皆さんこの男はですね、いろいろあってこのスニーカーを手に入れ、はい、で、僕のこれをちょっとだけ小馬鹿にしてしかもこの男はね、スニーカーの知識なんかないんですよ僕は言ったらエアマックス初代の95、黒黄色、要はあれですよ、G-SHOCKとかエアマックスとか、スニーカーの入ったフットセットとか、あったじゃないですか、冗談とか、ランクとか。あの時から知ってるのに、あなたは何も知らない、このスニーカーバンしてたよ、俺は。あなたはね、全スニーカーファンを敵に回したんですからね。あ、全スニーカーファン敵に回しました。この罪は一生かけて償ってる顔がかつだ。はい、というわけでやってました。本日はサノッチです。97どうも皆さん、夏のスイカぶりでございます。サムライーティングさんで伝説の再生数をね叩き出したサノッチでございますよろしくお願いします。今回はサノッチさんが来ていただいたんで、サノッチさんにもうテーマはお分かりですかね。サノッチさん、今回のテーマは何ですか。もちろん牛丼でございます。イエーイ。知ってるのかな、見てる人は大体。改めてちょっと説明をしていただいて。私ですね、牛丼でですね、最速で退店をするという、タイムが1分57秒だったかな、はい、それでなんとね、700万再生ぐらいまで。おお、ニコニコ生放送からの YouTube のアーカイブとかやばいですからね。ああ、そうですね、本当に。今日、はい、早食いで牛丼やるんですけども、はい、細かい内容がちょっと僕全然打ち合わせ聞いてなかったんで、サノッチさんお願いします。僕がやるんですね、はい、早食いっていうのは長距離、短距離、中距離みたいなスピードがあって、はい、今回は超短距離、10秒、20秒で終わる。あー、早いですね、はい、そういう勝負を、まあ、ここにいるね、マックス鈴木と、うん、ガチ対決しようかなと。なるほど、はい。とある牛丼を持ち帰って丼、うん、に移し替えます。テイクアウトの容器から、はい、スプーンで OK、うん、で、卵も使っていいです。卵も OK、はい、はい、で、スフィンクススタイルでセットなるほど。あ、そう、細かいところが必要なんですよ、これ。そうなんです。米粒一つ、肉のかけら一つも残しちゃいけない、うん、で、バー食べ終わってごくんして、あ、で、ストップ、はい、で、ジャッジは侍のスタッフさんにやってもらいます。はい、我々が行います。はい、なんですけれども、例えば米粒一つとか残ってる場合があったりするじゃないですか、こぼれたりとか、うんうん、で、そうなっちゃったら多分もうね、ファールだよ、ファールだよね、ノーカウントになっちゃうかなっていう。なるほどなるほど。だ、結構フードバトルクラブのルールに近いかもしれない。あ、うん、もうほんといろんなところが試される企画ですね。だからこれ、まあ多分、まあ牛丼のプロなんでいろいろ考えてると思うんですけれども、はい、多分どうこぼさないように食べるかとか、多分その辺も多分大事になってくるんじゃないかなと。早いですけど、本当に奥が深い早食いっていうのはものだと思ってるんで、どういう風に例えば卵をかき混ぜるとか、どういう風にかけるとか。あ、結構そこでも変わってくる。全然変わるんで。なるほど。それぞれ戦い方というか作戦が全く違う可能性もあるってことですかね。まあ僕結構牛丼に特化してやってたんで、はいはい、僕は大丈夫なんですけどね、プロがどういう手段で来るか、そういうところも見ものかなと。そうですね、正直ぶっちゃけとちょっと不安。一応普段はおちゃらけてやってるんですけれども、うん、やるときはガチ。今日ガチでいきます。ガチでいきます。お店できればなと思いますね、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、まあサムライーティングさんがこの間やられたマックス鈴木対ガデューさん、まあ、あれを見て僕も、まあ、動画とか生の現場とかで、まあ、早食いとか大食いも見させてもらうようになって、その中でやっぱりそのガデューさんの対決がガデューさん自体も含めて あんなに熱い思いがあったんだというのにちょっと刺激されて、実際その時の動画にもコメントも残して、ちょっといずれマックス鈴木さんに、まあ、対決を申し込みたいなと、まあ、いうのがあったんで、まあ、正直ちょっとこの早くそのチャンスが来るとは思わなかったんで、まあ、だからやるからにはちょっと頑張りたいなと思うんですけど、まあ今回、もちろん牛丼を使った勝負になるので、まあ、正直、
ここ最近ガチでちょっとやってないのでどうかなっていうところもあるんですけど、でもやっぱりやり慣れてた牛丼もう僕の代名詞というかになるんで、まあ、ここだけはちょっと譲れないので、まあ、相手がマックス鈴木だろうが誰だろうが負ける気はマジでないんで、本当にガチでやらせていただきたいと思ってます。今回これ以上ないレベルの短距離っていうのは正直自信はないですよね、うん、正直なんかね、なんか変な感じ、うん、ちょうまく言えないんですけどかな多分そののっちさんにとっては多分これ以上ないっていうものが牛丼だと思うんですよ。もうなんか多分俺にはこれしかないって思ってると思うんです正直。俺個人的な気持ちは第1回目のちょっとガデさんに似てるかな、胸を借りるつもりでどちらかというとなんか先生みたいな感じだけど、もちろん今自分のできる全力は尽くします。ただ正直自信はない。胸を借りるつもりでよろしくお願いします。まず寒さはこちら。オッケー。五、四、三、二、一、スタート。もう失格でいいんじゃないですか。失格、失格で脳幹、面白くないですか。そうだね、それほどそこがガチってこと。いや、それがリアルでしょ。いや、これはどうですか、やってみて。いや、まあ、ここからちょっと緊張が切れてるんで。ブドファイターが本当にあのこれをやってもらった人が俺見たことないんで、まあ、それ感動なんですけど、うん、まあ、やっぱりまあ、マックス鈴木さんはあの外側、要はご飯の方に卵が行くようにかけてたんですよね。かけ方違いました、ね、かけ方、僕はあの全体的に、はいはい、マックスさんが縁からご飯の方に行くように卵をかけてたんですよ、まあ、それがまた、うん、俺もそれやったことないからどういう風に作用するのか分かんないんですけど、うん、まあ、それとやっぱりあとはかき集める、ここがやっぱり難しいので、やっぱりどうしてもここからこぼれちゃったりっていうのも気をつけなきゃいけないので、うん、本当奥深いと思いますこれ、うん、めちゃくちゃ深いし、うん、多分同じこと思ってると思うんだけど、マジで再戦お願いしますって感じ。あ、それは絶対あるイメージ。いや、今の段階で変えようと思ったところ多分3点ぐらい見つかってるんですよ。あ、もうすか。見つかってる。厳密には言わないよ、ヒントになるから、うん、自分だけのものだと思うし、もちろん終わったら言うかもしれないけど、だけどね、奥深いし、うん、練習するとしないだと雲泥の差が出ると思う。なるほど。
と正直僕も撮ってて思ったらスタッフ側もミスというかもっとこういう風にできたとかなんだって反省点もあったんで僕らとしても再選はお願いできれば嬉しい。スタッフも勝ちってことですね。チェック甘かったなーっていうのとそこをちょっと僕も Y さんとお話ししきれてなくてこれねめちゃくちゃ深いわ多分、はい、もう呼吸の合わせ方とかもにもなってくると思うんだよね。呼吸っすか。吸う吐くじゃあスタートするときギリギリまで吐いてからスタートした方がいいのかとか多分もうそういう感じになってくると思う。そっかもう秒コンマの世界だ。あの全部がうまくいけば多分 4,5 秒ぐらい変わってくると思います。そんな変わるんすか。もう心技体じゃないけど武道のそういう感じに近い全部が初めて一個になったときに多分コンマの世界ってそういう戦いだと思う。すごい感じだしなんかめちゃくちゃ勉強になった。マジありがとうございました。とんでもないです。こちらこそありがとうございました。もう一回やりましょう。ぜひ。悔しい。いやもうこういう結果になると正直思ってなかったです。難しいな。まさかのファールファールで終わりですよ。ドロー完全なドロー。一粒一粒ですもんね。ちなみに俺がポンと落ちてるのどんな時見えてました。もう本当に真正面から序盤いや中盤から盤にあっていうあっていうそうでもこれ言えないんですよね。俺も言えなかった。この僕ここについてたんですね。言ったら失礼だと思ったから。いやそうなんですよ本気でやってる人に対して、うん。あ、違う、俺ここにもついてたのか。ついてた、ここについてた。じゃあ俺2粒なんだ。こことここでも俺口の中に3粒が残ってたよ。終わって気づいたもん、わーっと多分俺の中ではゴールは多分あなんだろうなと思った。ああなるほどなるほど。もうしっかり口の中も綺麗にするのであればですね。ちょっと今もろもろ反省点持ち帰ってブラッシュアップしてリベンジでやりましょう。一つ言えるのは僕はめちゃくちゃ楽しかったです。俺もめちゃくちゃ楽しかった。楽しかったっすか。めちゃくちゃ楽しかった。どれだけ本気でやってるかで楽しみが変わると思うんですけど本気でやればやるほど楽しいと思います。もうねカメラからも伝わってきますよ。お二人の本気ぐらいマジでマジ荒らした。いや次回はもっとガチでいきます。今回参考タイムということで。そうっすね。そうしてきました。参考タイムこれに燃えるシーたら受け付けます。ぜひやってほしいですね。確かに確かに、はい、我々受け付けますね。レジェンド2人で、はい、だから別にサマラのチャンネルだけどいや俺サノッチとやりたいって人でもいいんですよ。あ確かにね、もし終わればはい別にプロは関係ないんで。じゃあ改めてありがとうございました。いや俺もね、これ思った。それ買う。うん、俺も思った。あれだって自分で押して止めれるやつ買います。あー私あれの方がフェアっすよ。フェア。自分で押して自分のタイミングでパンとして食べ始めた方がやっぱフードバトルは答えですね。うん、やっぱそうですね。あれがルールですね。ああやっぱ自分のタイミングでやって自分、うん、でそれがもう完全中。でドモンさんファールもあれだけどやっぱりそれで自分の全力出してたちょっとでも残すっていうのはやっぱそのファールですよね。伊藤さんのカレーもそうだし。カレーもそう。はい。ファールっていうのを明確にしないとやっぱり。ファールファールです。うん、次回ちょっと人数も増やしたいですね。このスピードイーティングに関してはこれだったらできるよね。できますね、うん、確かに。神山さんも燃えてくると思います。燃えてくると思います。いや俺これそこそこ触発される人いるんじゃないかと思ってる。だからこの一応まあねこの第3回目にしてちょっとまた幅が広がったんじゃないですか、うん、このガチバトルに関しては。ほんと次10人ぐらい呼びたくないですか。一人ずつテーブルについて一人ずつやっていくっていう。ちょっと大会になってきて大会になってきて、ね、牛丼のスピードイーティングの超面白いと思う。細かくねやっても本当これ一つのなんていうのジャンルとしてねでも全然いいと思います。うん、全くもう本当に同感ですよ。